はい、それでは引き続き、はい、北欧の生地布をご紹介したいと思います。はい、こちらはマリメッコの生地ですね。はい、リンシーですね。はい、あのベージュとブラック、はい、あの左右は耳で上下は綺麗に塗ってあるんですが、はい、ただなんか使ってないみたいですよね。未使用感。そうなんです、未使用感たっぷりなんです、はい、でしかもですね、はい、コットンじゃないですね、はい、クレジットにはないんですが、おそらく朝リネン 100% か、はい、コットンとの混紡かなという感じです、はい、ちょっと重いんですね。ねえ、はい、リネン特有の、はい、ですね、飾ってもいいですね。いいですね。テーブルクロスとしてもはい、いいですね。リネン特有のね、うん、なんかこうもったりとしたような感じ。そう、このリネン特有のこうくたり感とか、くたり感がね、ね、私大好きなんです。ですね。はい。縫うのは結構難しいんですけどね。はい。くたり感はいいですね。うん、くたり感好きで縫うのは他の人に。あ、他の人にお願いしてね。はい、してる。はい。こちらはもうご存知のようにマリメッコはウニッコの生地ですね、はい、ヴィンテージではないんですが、はい、古い時代のずっと保管されてた、はい、あのもので未使用ですね。未使用になります。あのグリーンのウニッコはいいですね。観葉植物代わりになりますね。そうなんですよ。これからの春夏にかけてね、はい、お部屋にこういうグリーンがあるとなんかこうなんか素敵ですよね。空気までね、はい、素敵ですか素敵です。素敵ですか。はい。はい。はい。いいですね、本当グリーンね。本当いいですね。うん、素敵です。テーブルクロスにもね、いいですね。素敵ですね。はい。こちらはマリメッコの生地でボッタナ、はいはい、こちらもなんかね観葉植物ですねみたいにね、いいですね、はい、なんかこう酸素がなんか濃くなる感じですね次ですね、はい、で上下左右がこう綺麗に塗っていって、はい、やっぱ飾ってインテリアにしてたんですか ね、それともベッドカバーとして使うんですか、うん、で下の方がですねちょっとなんかの汚れというよりもなんかね着色プリントミスみたいななんかこう黄色っぽいこう、うん、そうなんですよね、インクが飛んでんですよね、はい、であとなんかちょっと油っぽいのが飛んだような黒い汚れではないんだ、うん、そういう生地、はい、ちょっと跳ねられた生地を使ってなんか楽しんでたみたいですね、はい、これ半分にしてね壁に飾って、そうですね、それもいいですね、であとはこうテーブルクロスに広げたりとかでもいいですよね。素敵ですね。素敵ですね。いいですね。いいですね。はい、はい、こちらはフィンランドの生地ですね。古い時代の、ね、ちょっと古い生地ですね。生地ですね。なんか味わいがあっていいですね。はい、いいですね、うん。グリーンに白いお花、はい、で黄色のドットがね、はい、かわいいですね。いいですね。こういう生地があるんだなっていうことで、はい、でまた合わせて経年感も素敵ですね。素敵ですね。うん、テーブルクロスにもいいんですよ。これほら、どうですか、かわいいでしょ。わ、かわいいですね。かわいいね、はい、はい、こちらはマリメッコの生地ですね、はい、はい、
ちょっとね、分けありでございます。そうなんです。両サイドちょっとこの辺がね、体色がありますね、はい、そちらもね、はい、あとはまあ全体的にまあヴィンテージ感なんでいいんですけど、ここだけがね、うん、なんかまたこの経年感も素敵だなみたいな感じで、はいはい、まあ、3月になってね、もう春はすぐそこなんですけれども、うんうん、まだやはりこう寒さとこう暖かさがね、はい、こう入り混じってますので、やはりこうちょっと寒い時にこういったまだ温かみのある色っていいかななんて、はい、これね、テーブルクロスに広げるとなんかホッとするんですよ。白いテーブルをこう広げると、はい、ほら、もう気持ち落ち着くでしょ。落ち着きますね。なんかこうゆっくりなんかこう、はい、このテーブルでの時間を楽しみたいなみたいなね、うん、で私結構このピンク、淡いピンクが気に入ってるんです。いいですね、ね、はい、ピン、トーンを落としたピンクとブラウンとイエローと、うん、まあ、濃いベージュみたいな感じね、はい、うん、素敵ですね。ね、はい。はい、はい、こちらはマニメッコの生地で TP、 かわいいですね、はい、ね、あの要はこのテントのことですよね。そうだよね、はい、かわいいですね。かわいい、もう今の時期かなと思って、なんかマニメッコなんですね。そうなんです、ね、はい、よく私もこうキャンプ行ってねテント張って遊んだ楽しみがあります。お部屋に飾ってもいいですね。いいですね、はい、テーブルの上でも楽しんでね、そうですね、そうやっていろいろと、楽しんでもいいですよね、うん、はい、はい、こちらはマニメックの生地になります。ちょっと縦長なんですけども ね、イエローと濃いブルー、お部屋の中でこういう方向で楽しんでたみたいで、はいはい、これの半分のものがこうもう1枚ございます、はいはい、同時販売します、うん、はい、だからどう使おうか、縦で使おうか横で使おうか、棚の目隠し、ね、テーブルのセンター、センター、一気にこれを敷くとなんか初夏っていう感じです。感じですね。いいですね。あ、いい、素敵ですね。いいですよ、色がね。ね、またもう一枚のとこ合わせてこう、うん、カーテンのようにのぞみがこうしてもいいですし。いいですね。はい、こちらはマリメッコの生地でツンツーリ、はい、石本藤雄さんのデザインになります、はい、未使用ですよね、はい、未使用です。未使用ですね。いいですね。なかなか出てこないです。出てこないですよ。小物製作もいいしね、あとね、いいテーブルのランナーとしてね、ほらどうですか。わあ、いいですね。いいでしょう。春から初夏にかけて、かけてスプリンググリーンですからね、はい、今ぴったりですね。ぴったりです。スプリンググリーンのこう流行っうん、そうですね。ね、はい、こちらはマニメッコの生地でビリッカーリ、はいはい、あの実はついこの間ね、うん、販売させていただいて、うん、ちょっと次の便でこの1枚だけ入荷しました、はいはい、ネイビーとグリーン系ですね、はい、この季節ぴったりですね。ぴったりなんですよ。いいですね、いいですね。いいですね。わざわざテーブルクロスを広げるまではちょっと大げさじゃなくて、ちょっと気軽に楽しみたい時なんか ね、ね、いいですよ ね、でもあの上下左右縫製されてますので、うん、すぐにすぐに使える、はい、はい、はい、こちらはマリメッコの生地でスロイネの歯切れになりますね、はい、いいですよね、小物製作に。小物製作にいいですよ。淡いグリーンでね、はい、この季節ぴったりですね。ね、
ちょっとね先取りして、うん、その時期に何かねこうポーチとかっていう感じで小物制作にぴったりです。ちょうど今こちらが天気と20度ぐらいになって、はい、20度っていうと春ね4月ぐらいなんですけども、フィンランドの20度ってもう夏なんですよね。そうなんです。20度でやっと夏っていう感じで一気にこう花が咲いてね、はい、春と夏が一気にやってくるような感じで、ね、うん、そんな感じの絵柄ですね。絵柄ですね。でここに10センチほどの薄いシミとかちょっとこの辺もねシミがございますけど、ね、小物製作には使えますんでね、はい、おすすめです。はい、これミニユニコ、ユニコットっていうのかな、はい、ブラック&ホワイトではなくてベースはピンクなんです、はい、薄いピンクにブラックのね、はい、大変希少な、はい、大人気の出てまいりました。これだけなんですよね、はいはい。あとこちらはマリメッコの生地のニーティーですね、はい、はい、かわいいですね。こちらも小物製作にぴったりです。いいですよ、はい、おやつマット、カフェマット、コースター、はい、はい、で最後はミニユニコですね、はい、私の方はベースがライトグレーでネイビーの、はい、未使用ですね、はい、のミニユニコでございます。いいですね、小物製作にね、はい、で私の方もミニユニコです。こちら青ですね。青ですね、はい、こちらも小物製作にぴったりです。で、はい、本当の最後ですね、はい、はい、本当嘘もないですね、はい、何年のピロケースですね、はい、はい、こちら既製品ですね。既製品です、マリメッコの、はい、で、2個ございますんでね、あ、枕投げにするのにいいですね。いいですね違うか、はい、かわいいですね。かわいいですよ、テリーベアの、テリーベアの、はい、はい、はい、以上でしょうかね、はい、はい、なんか春を感じてくれると、そうです、ね、春から初夏を感じてくれると嬉しいなーなんて思います。う、ね、もうだいぶこうご紹介するこう色も変わってまいりましたね、うん、そうです ね、 ね、でも時にはこう温かみのあるものを入れたりとか、うんうん、いいですね、いいですね。でこうやって暖かくなると、うん、ちょっとこう外にもねこう出やすくなるので、うん、そうですね、これから一生懸命ちょっとウォーキングをして、そうですね、まあ、これから何が嬉しいって、はい、その朝起きて暖房入れなくてなんか普通にこう起きやすくなるのが嬉しいですね、うん、なるっていうのが ね、 ね、嬉しいですね。でやっぱこう寒いと外に行くのが、ね、うん、ちょっとためらってしまいますけど、これからね、うん、気軽にちょっとウォーキングしてこようかなとかね、はい、うん、いいですね、そのことをね、はい、考えております、はい、そうで、さっきこの動画を撮る前に、うん、立岡係さんに、すぐうち近くに野菜直売所があるんですよ、ちっちゃな、はい、でなんかお客さんいるからなんか今日はやってる感があるんで買ってきてもらったんですよね。ここからねこう洗濯物干しててこれ見えるんですよバス停の先に直売所があってね、はい、この団地の中に野菜の直売所があると、自産自消、ね、自産自消ですね、はい、でこうもうネギを太い冬ネギ鍋に使うようなものなんですけども、太い冬ネギが結構な2本で100円だったから思わず4本買ってきちゃいました。結構ずっしり重くて重いですよね、普通のネギと違ってね。で私がまたそこで何がありがたいかというと、うん、これで今夜のメニューが決まったって。そうですねすみません、こんなことをねこの動画の撮る前に実は今日ねやってたんですよね。そうです、はい、なんか焼いても美味しそうだし、そうですね、まあ、もちろん鍋でも美味しいんだけども、今日はちょっと
鶏肉と一緒に炒めています、はい、ピリッと感じでね、ピリッと感じで、うん、はい、お願いしますね、はい、はい、私がやるとね、あ、そうです、美味しそうだな、はい、はい、ということで、はい、はい、今週も皆さんにね、はい、喜んでいただけると嬉しいですね、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。